はい、こんにちは。今日はチャック・ボルトンさんのエピソード646の動画の概要を日本語でお伝えしますね。動画がアップされたのは1週間ぐらい前。タイトルはロシア正教の最高位聖職者キリル死のカルトです。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。私はロシアのことはあまり分かっていなくて、今回のロシア正教のこともほとんど分かっておらず、まあ興味深かったです。ちなみにチャックさん、まだウクライナに滞在中で、今はキエフにいるみたいですね。で、最初の方は戦争の今のこう状況とか、キーウでの停電のお話で、で、先ほど私コミュニティでシェアさせていただいたボグダンさんの動画の内容と一致しているかなと思いました。ところで皆さん、このキリルっていうロシア正教の最高指導者ご存知でしたか？もう呆れられるかもしれませんが、私は今回初めてその姿をまじまじと見たくらいの感じです。今回チャックさんがこの人を取り上げたのは、最近の徴兵にキリルが関与していたからですね。チャックさんによると、今回徴兵で駆り出されて新たに戦場に送られる若者っていうのは、寿命はだいたい1週間ぐらいとのこと。男の子を持つ母親としてはもう暗淡たる思いです。ロシアのオリガルヒにワグナーグループっていうのがあって、このグループはもともとは戦争の後ろにいた協力者だったようですが、そのオーナーが最近ではプーチンに苦言を呈しています。タンク、戦車は戦争前にアクティブだった戦車の数のうち半分をすでにロシアは失っていて、それらの多くをウクライナ人がロシア人に対して使っているっていうのが現状みたいです。ロシアにとってはもうこれ二重苦ですよね。で、ロシアには6000から1万の戦車が保管されていると言われていますが、それらは型が古かったりとか、あとメンテナンスが行き届いていないまま30年40年放置されてしまっているものも少なくなくて、ゴムなどの部品は劣化しているため、実際に動かそうとすると随分と手を加えなければならないようです。で、今回のタイトルのロシア正教最高指導者キリルなんですが、教会でああいう人がしゃべるの、なんて言うんだろう、説法で、ウクライナに行って戦い、ウクライナで死んだ場合には全ての罪が免除されるって言ったんだそうです。これイエス・キリストを受け入れなくても罪は許されるって言ったってことですよね。聖書に書かれていることとは違うというか、真逆のことです。キリスト教は人々のためにすでにイエス・キリストが死んでくれたので、キリスト教徒がどのような死に方が正しいかっていうことは別に定義していませんよね。キリストが十字架にかけられて死んだのは、キリスト教徒の罪をあがなう前払いみたいな理解かと思います。そのイエス・キリストを信じることで、信じるというか受け入れるということで、キリスト教徒たちは永遠の命をもらうことができるっていうのがキリスト教の原理でしょうか。で、それはキリスト教であれば、ロシア正教であっても福音派であっても、何でも同じはずです。で、どのように生きるかが重要で、どのように死ぬかあんまり関係ないはず。で、キリルのことを動画の中でチャックさんは何度か間違えてコマンダーキリルって呼んでしまっているんですが、その理由をロシア正教の聖職者たちのほとんどがロシア政府の人間だからだというふうに説明しています。チャックさんもなんか最近ロシアで育ったウクライナ人から聞いたそうなんですが、ソ連が発足した時、聖職者たちっていうのは KGB の人たちが取って代わって務めるようになったんだそうです。なので教会に来る人から懺悔を聞いたりとか、あとサクラメントってあれなんだろう、お祈りした後口にパンみたいなの入れてくれるじゃないですか。ああいうのを配っている聖職者風のあの人たちはソ連政府に報告を上げていて、それはソ連からロシアになっても変わってはいないということです。キリルもかつてソ連時代ね、 KGB エージェントだった人で、今でもウラジミール・プーチンにとってはアセットなのだ。そしてキリルの仕事は政府を盛り上げて、それがどんなにダメな政府であっても政府の足しになることを行うことだと説明しています。
1997年のとあるジャーナリストの記事で、ロシア政府がロシア正教に対して税の免除を行って、で教会はそれで浮いたお金でタバコをロシアに輸入してロシアで売りさばいて稼いでいたということが取り上げられていました。当時ロシアのタバコの売り上げっていうのは 7% をロシア正教が占めていたんだそうです。興味深いのは、ロシア正教の教えでは喫煙は罪であると説いていること。あとキリルが普通のロシア人の年収と同じぐらいの値段の、まあ、3万ドルぐらいの腕時計をしているということ、あと新しい教会がお金持ちの地域にどんどん建てられているということ、でロシア正教、ロシア教会が堕落した団体で神ではなく国に仕えているとチャックさんが話していること、これら興味深かったです。で宇宙の神ではなくてマモンって富を司る神ですね、と人間に仕えてしまっていると、キリスト教と呼ぶにはふさわしくないと話しています。別にチャックさんはロシア正教の教会に通う人たちみんながダメだって言ってるわけでもないし、キリスト教を信じていないじゃないかって言ってるわけではないんですけれども、教会のリーダーがキリスト教の教えとは正反対のことを教会で説いてしまっているというのがこの動画でのチャックさんのお話でした。で動画の最後の方には他のチャンネルからのビデオクリップが紹介されているんですね。でそれを見て私も知ったんですが、なんかロシアにはロシア正教の軍隊専用の大聖堂っていうのまであるんですね。知らないのは私だけで、そこでキリルがウクライナの人たちとロシア人との間には基本的に違いはないと、でウクライナが別の国別の人々だとは思っていないとこうお説教説法の中で述べて、さらに神がロシア、ウクライナ、ベラルーシの再統合を望んでいるとも話していると報道されていて、と思いました。もともとね、違いがないのなら、なんで最初から軍事力で攻めていくんでしょう。で、プーチンは聖なるルス族、ロシア民族が統一されて、モスクワが周辺諸国を統治する権利があると信じていると解説されていて、さらにプーチンとともにキリルも、KGB のスパイだったと報道されていました。でここでプーチンを批判するロシア人が出てきてたんですけれども、プーチンは自分を救世主だと思っていると、まあ、ルス族にとっての救世主ですよね。でキリルはプーチンは西側からロシア語圏の人々を守るために使わされたと評価しているとも言っていましたが、実際にはどうなんでしょうね。本当、宗教なんていらないなと思います。信仰心っていうのはもちろんあっていいと思いますし、何かを信じることってあると思います。でも宗教とは違いますよね。なんかこう何かを信じる力がグループとか偶像とかを作って、人からお金を集めて税金を払わなくてよくなったりとか、なんかすごいおっかないこと言って物を売ったり、政治や戦争に使われる、そんなのばっかりですよね。なんかもう最近のソウルイテウォンでの将棋倒しとか、インドの吊り橋の崩壊とか、もう私の鬱がひどくなることばっかりです。毎日大切にして生きていく以外にないなと思います。今日は11月1日、日中、今年初めて、もう遅いわって感じですけど、今年初めて秋を感じています。寒いとかそういう気温のことではなくて、外を吹いているのが風が秋風です。もうそろそろ上の子のこたつ出さなきゃダメだな。今日は朝2人の子供を学校に連れて行って、月初なので森塩、家中の森塩を変えたりとか、あとはまあいつも通りトイレ掃除したり掃除機をかけたりして、もう下の子を迎えに行く時間です。夕飯を何にするのかさっぱりわかりません。エビ解凍してます。皆さんも健康安全に気をつけてお過ごしください。 Stay safe, stay healthy.